庭のカレーで手っ取り早くコクを出したいのであればバターを入れるのが一番です。バター、はい、塩分を増やしたくないので無塩バターを使った方がいいと思います。でもバターを入れるって人結構いますよね。隠し味として私がおすすめしているのはこれはカレーと相性抜群でこれを入れるとカレーの味が一層引き立ちます。梅干し、昆布茶、重曹、あんこ、本来カレーに必要な要素を補うものなんだけど知ってる人は超ウルトラ花高さん。これ当てちゃうかもしれないです。昆布茶。でも旨味って考えたらやっぱ昆布茶ですね。そこは一つひねってあんこ。あ、梅干しで。お、梅干しも美味しくなる気がするんだよな。やっぱり酸味があるから。まあこれは絶対昆布茶だと思うんですが、まあプライド的にじゃあ重曹。何のプライド？何のプライド？昆布茶、昆布茶ですよ、ね。いや、何のプライド？プライドはね、プライドが大事だから。いやいや、別に正解すればプライドとか関係ないんです。何十分も人が先に選んでる。正解は、はい、一茂さん、花高です。なんとか、隠し味として私がおすすめしているのは梅干しです。梅干し、はい、これは信じらんない。でも47年やってる人が言ってるからね。お店でも酸味があるスパイスを入れてるけど、その酸味の代わりが梅干し。酸味を加えると油っぽさが抑えられて、より肉やルーの旨味が引き立って美味しくなります。